皆さんこんにちは、マサトです。今日は何のイベントに来てるかと言いますと、見てください、これ86一色です。風間オートさんの主催する、86アベンジャーズ、こちらの方に遊びに来てます。ってなるとやっぱり自分もこの波に乗っかろうかと思ってですね、86買いました。これです。これはね、ZN6 の86でもう一番の初期型ですね。ノーマルで購入してここまで仕上げました。外装はラッピングされてて、あのオールペンもしてワイドになってますけども、一番のこだわり、エンジンをスワップしない。この FA20 の元々の86のエンジンをチューニングして、誰もが真似できるお手本となるような車を作ろうと、そういうコンセプトでこのエンジンをチューニングして、トラストのターボキットをつけてグイグイ走れるように作りました。これあの全部トラストのターボキットをはじめ各部チューニングされてますね。ピストン自体もローコンプのピストンを入れてブーストをかけれるような仕様になってます。今ブースト 1.5 で460馬力、多分このエンジンだともう結構いい方だと思うんですよね。 NA でもあの十分楽しめる車なんですけど、ドリシャとして見るのはやはりパワー不足を感じるので、今回そこをなんとか改善したいなっていう。あと足回りですね、街乗り兼ドリフトもできるっていうところを狙ってですね、足回りの構造もノーマル形状、風間オート製のロアームとかつけてやってるんですけど、切れ角アップを加工したナックルとか、そのノーマルの部品をちょっと改造したような、86の元々の良さを引き出すような感じで作ってます。あとその他、まあ、ミッションやらデフ、ドライブシャフト、その辺は弱いと言われているので、その辺も強化品に交換しています。最大のポイントは見てください、これ東洋タイヤの、これ新しいタイヤなんですけど、 TR1、 これで86とのマッチングがどうかなっていうのは今日はいろいろ試せるんで、まあすごくエンジョイで走れるんじゃないかなと思ってます。ドリフト初めてやる初心者の子から、まあ、競技ドリフト、トップオブトップまでいろいろあると思うんですけど、それぐらいのレベルの車になる。初心者の人から上級者まで、競技ってなると、まあ、エンジンスワップすることが前提になっちゃってますけど、でも例えば D1 ライツとかのクラスだとこのエンジンでもいけるんじゃないかなって思ってます。例えば走行会とかの上級クラスとかで走っても全然引けを取らないと思いますんで、まあ、あとは走り見てもらってうまくそれが証明できればいいなと。口で言うのは簡単なんですけど。どうでしたか、乗ってみて。いや、あのタイヤをドリフトでこう滑らせるパワーは全然あります。レスポンスもいいし、ノーマルとはまた一味違った86の面白さがあるんですね。これだと足張りのセッティング次第ではエキスパートクラスでいけるんじゃないですか。でパワーのポテンシャルとしてはだいぶ、あ、もうエンジンは、エンジン全然問題ないですね。パワー特性的には結構トルクある、いや、ドッカンじゃないですね、このエンジンの特性だと思うんですけど、タービンは結構大きめのついてるんですけど、収束がすごいあるんですよ。ドッカンだとアクセルオフにした時に次のブーストかかりがちょっと時間かかるじゃないですか。あの辺のラグはないですね。だからシルビア系で言ったらもう少しサイズの小さいタービンがついてるのはフィーリングですね。でも実測でパワー出てるんで、エンジン自体のトルクはすごい高いんじゃないですか。86楽しいですね。ドリフトの作り方を紹介したいと思います、はいはい、この車でここ最近まだ試作品でタービンをつけました。ターボをつけたのですが、いろんな方に86っていう車を楽しんでもらいたいためにエンジンはノーマルです。エンジンノーマルにタービンキットを今試作で作ってる段階です。で、まあ、この試作タービンはこれから HPI さんで作る
と思うんですが、だいたい出力的にはどれぐらいになる予定？だいたい280馬力から300馬力ぐらいで、もともとのベースのエンジンが NA なので、そこまで出力を上げてしまうと壊れてしまうので、現状はそこで、で、まあ、タービンのキャパ的にはもっとあるので、うん、まあ、エンジンの中身をやればもっと400馬力中盤ぐらいまで狙えるかなっていう形で。86っていう車でドリフトをしようと思ったら、はいはい、ノーマルの状態だとパワーはやっぱりちょっと足りない気味です。ですね、実はこの車最近ターボをつけたんですけど、はい、その前までずっと NA のままで走ったんですよ、はいはい、で NA でまずある程度データを取って、でそんで今このターボになったんですけど、正直 NA でも結構遊べます。ちなみに足回りとかそのデグ回りとかっていうのは、はい、こういう感じになってますか？でそのミスエリア、まあ、キックブルーっていうブランドで、はい、まあ、車庫帳を作ってます。ここから覗くともうナックル、はい、でこのナックルに対して、まあ、うちでは販売してないんですけど、あの風間大津さんの延長ローアームとセットでつけるとすごく切れ角だったり転がりだったりが、ドリフトって言ったらやっぱナックルでしょみたいな。でこれもあまり純正のフェンダーで何しろこう楽しめるっていうことをコンセプトに作ってるので、あまりやりすぎてないすごいショートなナックルではないです。そこにさらにセットで、これがステアリングラックなんですけど、はい、このステアリングラックはまず移動量を増やして、ハンドルをいっぱい切った時に逆関節っていうのになってしまうんですけど、それをこのカラーでラックの前後ろを調整式になって、これで、まあ、またそのセッティングが楽しめるっていう形にはなってますね、はいはい、これからどんどん、まあ、パーツを開発していこうかなと思います、はい。うちの86は ZN6 の前期です。ほぼフルノーマルで始まってるんですけど、やっぱりねスクールとかでお客さんに使ってもらいたいんで、足回りと LSD だけはとりあえず入れました。入れたんですが、ちょっとね物足らなくなってくるとですね、なぜかこうなってしまうんですよ。隣トラストさん、地元企業千葉の、多分この辺が手頃でいいと思います。今ターボキットも安いですし、ブーストが 0.5 で230から60ぐらいまでは出るので、でエアロは、まあ、シンプルなのところで T&E さんのエアロ、あとタックルとかはい、いや基本街乗りがちょっと乗りづらくなるといけないので、切れ角アップの風間オートのスペーサーだけですに延長ローアーム。ナックルとかつけなくてもミニサーキットでのドリフトで、はい、全然ナックルなしでもいいと思います。ただあの電動のパワーステアリングなので、そこがちょっと気持ち悪いのかな。前期だとどうしてもガンガン走るとパワーステがロックするんですよ。で後期のコンピューターをつけることによってだいぶ改善されます。今まで17インチ215サイズだったんですけど、今日225の18インチ入ってきたので出るかも。で今前期だとまあ仮想降車で100万以下っていうのもあると思いますね。メンテだけちゃんとしてれば全然楽しめる車だと思います。はい、笹山です。今日はですね、僕の86を見ていただけるということでご紹介したいと思います。他の3台がみんなターボだったんですよ。でもこの車は NA だと思ってます。 NA です。初め、まあ、NA でなかなか
難しくて、つける部品によってはもうちゃんとチョイスができていればすごく乗りやすい車になるんで、ちょっとまとめてるパネルがあるんですよ。57万円でできるんですか？そうなんです。この車についている部品、定価ベースで見ても57万円でできます。安いっすね。安いです。ちゃんと繋がるところまで、ついてるものはまず強化タイロットアズマオートサービスの強化タイロット、それから EPS、パワーステのコンピューターですね。あとこの藤野さんのナックル、これはやっぱり絶対必要です。これと DG5、はい、こちらのこれも富士のスペックになっております。こちらと風間オーツサービスのスーパー延長ローアーム、この3点セットがもう一番足回りがいいです。あとはメンバーのリジットカラーであったりだとかマフラーですね。ちょっと変わってるのがストリーム、これホンダのストリームのパイロットエンドを使ってます。長いんですよね。長くて逃げがあって、まあこういったものをチョイスしてやってます。まあ、ノーマルなんで車速はやっぱ出ないです。ただ純粋にドリフトを楽しむ、まあ同じぐらいの車格の仲間と一緒に追走するとかっていう部分では十分楽しめると思います。ちなみにこの車の車体の値段、あ、これですか。オークションで65万円で購入してきました。めちゃくちゃ安いです。なぜかと言いますと走行距離がですね23万キロでございます。これ今日で買ってテストも入れてドリフト3回目なんですけど、もうビンビン走ってます。まあ、86のエンジンは強いということが証明できました。パワー的にも遊ぶ分にはそんなに問題はなく、問題ないと思います。何にもやってない、すごくノーマル。この音が室内にこう響くなんかパイプなんかもこのままついてます。エアクリもノーマル。タイヤサイズ選びとかっていうのはこれ間違いなく215、4517、これ絶対間違いないと思います。前後です。それ以上はちょっと無理です。デフ、これは入ってます。クスコさんです。隣のクスコさん。結局その100とかのデフが、まあ、ちょっとサイドフランジの、まあ、関係も少しあるでしょうけど、ほとんど合うんで、アンケートだ、そこがやっぱすごくいいところですよね。部品がやっぱ流通してるっていうところが、100のデフなんて豪華商品を持って帰る、いっぱいあります。それはミニサーキットぐらいでドリフト走行会ぐらいに参加する分には全然大丈夫だと思います。徳田先輩がやってるようにこうステップアップのメニューがありますし、まあ、その先川端さんがやってるようにエンジンまでカリカリっとやるのもありですし、どんどんステップアップできる車、86のドリシャは NA でも全然楽しめます。